はい、今回パークの方、あの日の色は忘れないというですね、パークなんですけども、書籍の方ですね、掲載されているんですが、こちらでちょっと動画でね、追加で解説したいと思います。まずですね、メインでなっているこれ、ナムルなんですけども、なぜここでナムルかとあるんですが、まあ色がね、ちょっと色ととりどりなんで、いいかなと思って選びました。で、通常ここで、まあ、例えば、こう完成したやつ見るとわかるんですけども、こういうね、色、例えばタイトルでね、色つけるときに、まあ、こういった背景の使うような、例えばケーキだったらケーキ、ナムだったらナムといった形の色をサンプリングする方法。まあ、通常ね、手動でやっても構わないんですけども、今回 Adobe Capture CC を使ったやり方の方を解説したいと思います。はい、Adobe Capture CC の方ですね、こちらの方、まずライブラリの方からカラーっていうのを選択します。で、このカラーから、今回ですね、はい、カメラロールからやりますと、このナムルのね、画像の方なんです。自動的にキャプチャーされました。色がね、サンプリングされるわけです。まあ、通常ね、これ手動でやると結構大変なんですけども、例えば、そうですね、この色にしましょうとかね、キムチはこうだなとか、まあ、こういう風にね、こう、一個一個選んでいただいて、まあ、カラフルな色っていうのを作り出すことができます。はい、そしてですね、こちらの方の OK ボタンを押していただくと、まあ、このサンプリングされたね、画像というのはどういうもの形式になっているかっていうのが確認することができます。まあ、各ね、数値の方もこう変えていくことができますんで、まあ、ちょっと微調整なんかもできると思います。さあ、ここでですね、保存を押してあげてください。はい、保存されました。おっと、今、すごいことになってますけど、これ今、あれです、私のカメラですね。iPhone のところから迷ってますね。いろいろとね、あ、定まったかなみたいな感じで。カメラ設定するとですね、このような形で、こう、自動的に迷いながらこうサンプリングしてくれるんですよ、これ。なんか面白いですけどね。で、例えばもうキャプチャーしましたよっていう形でしたら、はい、一回ちょっと、こちらのね、カラーテーマっていうのが出てきますんで、まあ、こんなような形になってます。ここでね、名前変えることもできますんで、名前をナムルにちょっと変更しましょう。はい。そして、OK を押すとナムルになります。で、ここでもうですね、キャプチャーの方が完了しましたんで、今度はアフターエフェクツの方にちょっと見てみたいと思います。はい。まずですね、CC ライブラリの方、もうこれすぐ入るんですけど、ナムルが入りました。これでね、このナムルの色、ちょうどここに入っている色っていうのが、ちょうどキャプチャーされた色になっています。そしてもう一個は、Adobe、はい、カラーテーマです。ここのね、機能拡張から。はい、こちらにもですね、サンプリングしたものがもう入っているような形になるので、まあ、スポイトツール使ったりだとかですね、こちらのキャプチャーのこの色ですね、そういったものを参照して、まあ、いろんな様々なね、タイトル作りとかに役立てることも可能となっています。はい、これなんかはですね、結構、こう夕焼けの色ですね。こんな色だったかなっていうのを結構思い出すと思うんですけども、こんなような感じでね、色をね、こう夕焼け色をサンプリングしてくれるっていった。はい、あとはですね、青空とこう砂浜みたいな、こんな組み合わせもできたりしますね。まあ、一個一個サンプリングするよりはこういった形で使った方が、まあ、色っていうのが色々とわかると思いますので、ぜひお役立ていただければと思います。